レオナルド・ジョーン・ンビーストン敵1恐ろしい5年の起源が次第に消滅してくるにつれゴールドリングの心は不安を増して日ごとに暗い影が胸を圧するのを感じた。それというのは 五年の長い月日を牢獄に過ごした彼の友マリシュが解放されるからだマリシュは五年の間監獄に暗黒の夜を送り世間から全く存在を忘れられていたしかし彼は無実の罪だった何の罪も犯さないで五年の苦役を忍んだのである彼はふとした不利な誤解から社会の表面から葬られ すべての人に見放された。しかし、マディッシュが無罪なことを知っている人間がただ一人あった。それがゴールドリングだった。彼が一言言えばマディッシュは無罪となるところだったが、それを言わなかった。法廷においてマディッシュはほとんど絶望的の声を絞り、哀願するようにゴールドリングの証言を凍った。それなのにゴールドリングは、 青白い唇を結んで、ガンとして頭を横に振ったのであった。マリシュは投獄された。そのマリシュが、今や監獄を出ようとしているのである。いや、もう出ているのかもしれないのである。だから、ゴールドリングがこのごろ悪夢のような不安を感じ、寝覚め悪く思うのも無理はない。 なるほど二人はあまり親密な友人ではなかったけれどもひどい目に遭わされたマリシュは決して相手を忘れはしまいゴールドリングは別れる時の憎悪と怨恨に満ちた友の顔を今でもはっきり覚えているマリシュは監獄を出たらきっと復讐を企てるだろうこれは ゴールドリングが百度も千度も心につぶやいた言葉だ彼はこの胸を食い破るような恐怖と焦燥と快根にさいなまれほとんど昼となく夜となく心の平和を焼き尽くされ通しであった彼はその五年を独身で通したそれというのも彼が愛した女この災難の源になった女が 彼のものにならならかったからであるもっとも彼女自身は自分が災難の源になったとは少しも知らずにいるのであるゴールドリングはこの悲しむべき秘密を人に語って聞かせる気にもなれなかったというのが元来彼は内気なたちだったからであるもっともその代わり自分の気持ちを手帳のページにしたためることにしていた そこへ急にマディッシュが現れたある夜ゴールドリングが手帳を書き終わってリンネルの窓掛けを上げるとふと草外の道の向こう側の菩提樹と伝統の中間に一人の男が立っているのが目に映ったゴールドリングがとっさに身を退こうとしたがなぜだか足に千金の重りがついているようで猛烈な勢いで躍動しかけた胸の鼓動が 急にに止まるように感じたマディシュが帰ったマディシュが電灯の下に立ってじっと窓を見上げているゴールドリングは瞬間に彼を認めたその白い憔悴した顔は自分がかつて無罪の罪に陥れた人の顔であることを認めた彼は思わず苦痛と恐怖のうめき声を唇から漏らしたが やっとのことでブルブル震える足を引きずってスイッチをひねって明かりを消し疲労した体を椅子に横たえたマディッシュが玄関から案内をこうてここまで上がってきはしないだろうか確かに来るに違いないそうしたらどうしようこの質問は今夜が初めてでなくこれまでたびたび彼の心に湧いたのであるが いつも適当な答えを見出し得なかった5分間経った10分15分経ったそれでもまだ恐ろしいベルが鳴らぬ彼はいくらか安堵してほっとため息したあるいは自分の姿が先方に見えなかったのではあるまいか彼はまた窓から外を覗いてみたと嬉しいや マディシュの姿はいつの間にか消えていた翌日彼はロンドンを立って田舎に行った敵が彼を追跡してきたかどうかそれは無論分かろうよしもなかったいつも警戒していれば彼を巻くことができるだろうこう思いながら彼はある道端の家の傍らに立ち止まって周囲を見回した実際マディシュは立派に巻かれた そして2か月間影も形も見せなかったところが2か月後のある日のことだその日は終日激しい嵐が吹き荒れたが夕方になると雲の晴れ間から夕日が顔を見せたゴールドリングが宿を出て爽快な田舎道を歩いていると緑の野面は雨に現れ 木々の小からはぽつりぽつりと雫が垂れる。と、はるか後方にあたって次第に湿気して近づく自動車の音がするので狭い道の片方に身をよけながら振り返ると灰色の長い自動車が二人の男を乗せてぬかるみを蹴飛ばしながらやってくる。危ないなあこう心につぶやきながら ゴールドリングは運転手を見合った次に運転手と肩を並べて座る連れの男に目を移したそれがマディシュだったマディシュはじっと瞳を据えてこっちを見ている2人の目と目がカチリと出会ったゴールドリングはよろめきながら山はぜの生垣にすがりついた彼は 車上の男の男表情が疑惑から次第ににに勝勝利利凶暴な勝利に変わりゆくのを鮮やかに見たがゴールドリングは自動車が停止するのを待たずとっさに右手の半分開いた門をくぐり羊に踏みにじられたデーネーに靴をスポスポ浸しながら生垣に沿って50ヤードばかり走りブナの木立のそばまで来て初めて後ろを振り返った〉 息が弾んで動機が耳の中で激しくささやいたマリシュは追っかけてこない耳を傾けると自動車の音が次第に遠のいていくように思われたもっとも確かなことはわからなかったが彼はなぜまるで小学校の生徒のように慌てて逃げ出したのだろうかマリシュに殺されることを恐れたのだろうか そうだ、それを恐れたのだけれども彼はそうした不名誉な羞恥心にいじめられながら再三考え直しているうちにいつしか他の事実に初めて気がついた彼の敵は彼を追跡して影のごとく突き回り彼の身辺にいつも普段に復讐の剣が垂れ下がっていることを知らして脅迫するのを目的としているのではあるまいか 終始彼のそばについていて残酷に脅迫するのが目的ではあるまいかとにかくマリシュはそれを目的とするかでなければ即刻彼を殺すかするであろうとうとう俺の居所を嗅ぎつけやがったとゴールドリングが身震いしながら心につぶやいたあいつがこんな寂しい田舎で俺を見つけたのは 先にロンドンで見つけた時と同様決して偶然に出くわしたのではない確かに俺を尾行しているんだそれにしてもあいつと同情していた男は誰だろうしばらくして彼が恐る恐るブナの子たちから身を表すともうあたりは薄暗い夕闇に包まれて広い野原には何者かが泣くような声が満ち のの白はガラスが列を作って向こうの森に急いだ。ゴールドリングは日が暮れて闇に包まれるのを恐れたもし闇の中からマリシュが現れたらいくら大声で救助を求めても誰も来てくれはすまいゴールドリングは台道を避け野原の細道を回って宿屋に急いだ時々木陰などに立ち止まっては かすかな物音に耳を澄ました。もしあいつが俺につきまわる気なら、俺の方でもあいつを巻いてやる。なあに、世界は広い。ひとところにじっとしていなくったっていい。こう彼は決心した。けれども考えてみると、それは容易なことではなかった。今後の長い年月を、 呪わしい敵を避けながら暮らすことのいかに困難であるかを思って彼はゾッと身震いしたすべての慰安を破棄しすべての旧友と交渉を断つのはつらいことだ隠遁的で家庭を愛する彼の性質としてはとても忍べそうもないことだこの考えは彼がその夜宿屋に帰ってロンドンから改装された一通の手紙を見いだした時 一層強くなったおおその手紙よ彼はその手紙の封筒をさながら命あるもののように目を見張って凝視した彼女からの手紙だ自分の心を汚さぬためかつはまた彼の愛の純潔を保たせるため5年の昔に彼から去りゆいた彼女の手紙であるその彼女が 久しぶりに手紙をよこしたのだ。彼は急いで封を切った。中には短い文句で次のようにしたためであった。ご覧の通り、私はロンドンに帰ってきました。夫は一年半前に死にました。久しぶりにあなたにお目にかかりたく思いますから、私のこのところに訪ねてきてください。 オーラよりこの手紙を読んでも彼は別に「に胸をかかせはしなかった彼女は自分に来てくれ」というそれは事実だけれども彼女は自分が犯した罪悪は少しも知らないのだたとえ自分が犯した罪も元を正せば彼女ゆえとは言いながら罪はどこまでも罪でなければならぬ。 そののの罪は永久に二人の間を裂いたのである彼は会うことを決めたそれに何より彼はマディシュのいる土地を遠のきたかったので次の汽車で宿屋を建ってロンドンに帰る決心をした次の汽車は終列車だ彼は終列車に乗り込んでロンドンに向かった それは急行で静かな夜を鋭い音を立てて進んだゴールドリングは一人で一つの客車を閉めたので誰にも邪魔されなかったけれども記者がロンドンに近づくにつれ彼は初めて自分の粗骨に気がついたおそらく顔と顔を見合わしたマディッシュは次の記者で自分がロンドンへ帰ることを悟っただろうそうすれば彼がその記者を逃すはずはない してみると、二人は同じ汽車に乗っているかもしれないのだ。なるほど、停車場には彼がいなかった。しかしそれだけで何が安心できよう。快速力の自動車を持った彼は、どの停車場から乗り込もうが自由自在ではないか。汽車がロンドンの終点に着くと、電灯が闇に大きな明るい円を描き、 プラットホームに行く人帰る人の群れが波打っていたゴールドリングは雨街灯を片一方の肩にかけカバンを手に持つとひらりと外に飛び降りたちょうどアスファルトの路上にタクシーが止まったので急いでその方に歩みかけてふと気がつくと自分が今出た客車の次の部屋のドアが開いて一人の男が飛び降りる気配がしたゴールドリングは その男がなぜだかマディシュのように思われて背骨がひやりとした。そして同じ本能が彼の首をその方に向けさせようとした。彼はしばらくその本能と戦った後、とうとうその方を向いてしまった。彼の予感が当たっていた。あまりに遅く彼の心に浮かんだ想像は確実だった。男は 孫を肩なきマディッシュだ。一瞬間の間ゴールドリングは平気を装った見て見ぬふりをさえ装ったがじっと自分を見つめている憤怒に燃えた眼差しの前に自分の目がまぶしさを感じるのを隠すことはできない恐ろしい男はほんの23ヤード離れたところに立っているのだ。 その男のしっかり握りしめた拳、それから5年間の屈辱と区役とに憔悴して落ち込んだ方に深いシワが刻まれている顔などを見た彼は思わず低い叫び声を立てて後ずさりした。途端にマリシュが一歩前に進み出た。けれどもゴールドリングは敵が近づくを待たず急いで貸し自動車に駆け寄った。ホテルだ早く と、運転手に小声で命じながらひらりと飛び乗りピシャンとドアを閉めるとぐったり座席に身をもたらせたそして激しい情緒に喪失せんばかりに疲労しているので静かに手をやってびっしょり額ににじみ出た冷や汗を拭いた「やれやれ明日ポーラに会ったら何もかも話してしまおう」「何もかも話してしまおう」 自動車が速やかに停車場を滑り出して周囲に懐かしい都会の喧騒が聞こえ出した時彼がこうつぶやいたけれども翌朝目が覚めた時のゴールドリングの決心はそれほど硬くはなかった昨夜の苦悶の熱も幾分冷めたように思われた彼はわざと見知らぬホテルの名を告げて非凶のような速力で自動車を飛ばせたのであった 外を見見るとマリシュの姿は見えない多分今度は完全に彼の目から逃れたであろう要するにロンドンは身を隠すのに都合のいい場所である田舎に出かけたのは彼としては失敗であったとはいえポーラの正体を拒絶する理由は何も認められなかったで彼はその日の午後ベルグラビアに彼女を訪れた その途中の彼はほとんどマディッシュの存在さえ忘れていた彼は5年の長い月日の後久しぶりで自分がそのために身も心も捨てて火のような熱情を持って愛した女に会おうとしているのだよく自分に手紙をくれたけれども彼女の夫が死んだということを知らせたことは別に深い意味がありそうに思われない 彼女の夫は彼女より30も年上で終始病身だったのだそれはさておきゴールドリングは今もなお彼女を愛しているだろうかこの問題は彼にもはっきりわからないそんな問題を考えるべく今の彼の頭はあまりに混乱している彼女はいた女中に案内される階段を上る時 彼の鼓動が怪しく震えた扉が開いた顔を起こした彼は微笑して迎えるポーラを見たその瞬間に彼は自分が相変わらず心から彼女を要求していることを悟った随分しばらくでしたわね言いながら彼女が両手を差し出した彼は差し出された彼女の両手をしかと握ったが 言葉は出ないありし昔のいろんなこといろんな苦悶を一時に思い出して両目に涙を潤ませたまああなたはご気分でも悪いのじゃなくってポーラが優しく言ったさあおかけなさいゴールドリングさん私はあれからずっと外国に行っていて今度初めて帰ってまいりましたの。 それれでも久ししぶりににお目にかかれていいございますわ。ゴールドリングは彼女と並んでソファーに腰を下ろした女は彼が昔と変わっていることに気がついたが彼の方は昔どおりに彼女を見た彼が昔賛美した赤みがかった金髪には一本の白髪も混じらず単褐色の眼差しは相変わらずパッチリとして 華やかな美少と同じ魅力がこもっている。ポーラさん、あなたは昔とちっとも変わっていませんよ。いや、昔よりかえって美しいくらいですよ。すると彼女はあでやかに打ち笑い。だのに、あなたは沈んでいらっしゃるのね。ゴールドリングは目を伏せた。彼は、 自分が正体に応じたことは失敗ではなかったかと思い始めたこうなれば彼としては自分が打ち沈んでいる真の訳をどうしても告白せねばならぬ彼女が言葉を続けた私その後の新たなご様子をちっとも存じませんの私にお手紙くださるなと言っておきましたからそれでお手紙をくださらなかったんでしょうが私は。 いつもそれを感謝していました。お仕事は順調に行きましたかさあどうぞ、その後の様子を詳しく話してください。出し抜けに彼が息も詰まるような声で、実に恐ろしい事件が起こりましたよ。こう言って彼は自分の声の調子が急激だったことに気がついたように急に口をつぐんだ。 ポーラは瞳を据えて彼を見入った彼女は妙に緊張した不安に襲われた相手の男が初め見た時より一層変わっているように思えた女は固唾を飲んで次の言葉を待ったが相手はなかなか口を開かない彼女は子供をあやすように彼の片手を握り片手でそれを軽く叩きながら さ、話してちょうだいと静かに促した「実はあなたにお別れするとすぐ大変なことが起こったのですよ」「実はあなたにお別れするとすぐ大変なことが起こったのですよ」とゴールドリングが強いて自分を制しながら低い声で話し出した。 あなたは何もご存じないですが、この5年間に私は散々な目に遭いました。私は今までこんな話をあなたにしようとは夢にも思いませんでした。こんな話をするために今日ここに来たのではないのです。ただ、ここでまた彼が言いどんだ。ただ、話さねばならぬような気がしてきたのでしょう と女が受けた結構です今になって話を止めていただいちゃ私が困りますわさその大変な恐ろしい事件とおっしゃるのは何でございますのつまり後で考えてみるとそんなに悪い事件ではなかったのでしょう初めから話さないとわかりませんとゴールドリングがちょっと躊躇してから話し始めた ご承知の通り、私は随分熱烈にあなたを愛していました。けれども、今から考えてみるとその方があなたのためだったのかもしれませんがあなたは私の要求を入れてくださらなかった。そしてあなたは嫉妬深い男と結婚され私に再び会うことを禁ぜられました。もしあなたが私と密会したら 彼すなわちあなたの夫はどんなひどい手段をとるかわからなかったのですそこで私たちは最後の会合として過劇を見物に行き人目を忍びながら隅の席に座りましたその時もし私がもっと慎み深かったら今から思い出しても愉快な最後の会合となったのでしょうが私は あなたにすべてを要求したためあなたに恐怖心を起こさせついにあなたは夫を勧めて翌日大陸の旅に登られましたそれが5年前のことですごく些細な出来事だったからあなたはお気づきにならなかったでしょうが私にとって大変な事件はあの一緒に過激見物に行った夜から始まったのです 第一幕目が済んで幕が下りた時でしたふ頭前を見ると私たちが座っている2つ3つ前の列に一人の男が立ってうろうろしていましたその男は後から来て席を探していたのです私はその男と顔を見合わせました二人は大した友人ではなかったにせよとにかく知り合いの中だったのです 名はマリシュと言いました顔を見合わすと彼の方では片手を上げて会釈しましたが私は密会を見られた腹立たしさに見て見ぬふりをしてしまいましたこのマリシュはしばらく見物の間に立っていましたがやがて外に出て行きましたそれから2日たって彼が逮捕されたのですが いかなる犯罪の嫌疑で逮捕されたかはこの話には関係ないですからここでは言いますまいとにかくマディシュ自身では何も知らぬと主張しましたが出てくる証拠は皆彼のために不利でした運命というものはよく無垢の人を複雑極まりなく不幸に陥れて悪魔の微笑を浮かべて喜ぶものですが彼の場合がちょうどそれでした彼は ただ犯罪のあった時刻に現場にいなかったという証拠を示すより他にどうすることもできなかったのです。詳しい話はよしますが、マリシュは犯罪の時刻に現場にいなかったということ、すなわちアリバイを示すことができない以上監獄に投然られるより他ない羽目になったのです。そして彼がアリバイを示すには、ただある時刻に 私と過激場であったということを言いさえすればいいのですそして私が一口彼の陳述に間違いがないということを制限さえすればよかったのですしばらく沈黙が続いた彼は質問を待ち受けるようにそっとポーラに目をくれたポーラは当惑したように眉をひそめて彼が握っていた自分の手を引いた 彼はそれに気がついたのでポッと顔をあからめたそこでマディシュが私の制限を求めたのですしゃがれ声になりかけたので彼は軽く咳払いした裁判所から召喚状を受け取った私は彼のために制限しなくてはならなくなりましたところがですポーラさんここをよく考えてくださいよ私の念頭には あなた以外の名誉あなたの名前のほかは何も考えませんでしたこの心持ちはあなたにもお分かりだろうと思いますするとポーラが鋭く興奮した声で「ああそうですかマリシュがあの時刻に劇場にいたということをあなたに制限してくれ」と頼んだのですね。 そうですよ。それで、まあ。驚愕して彼女が後ろに倒れかかった。私はその夜、劇場に行かなかったと言ってしまいました。しゃがれた声で言って、ゴールドリングが顔をほてらした。緊張した沈黙が続いた。ゴールドリングはしばらく頭を垂れ、 両手を力いっぱい握りしめて足元の絨毯を見つめていたがやがてまた話でし,した私は初めには一人で過劇を見物に行ったと言おうかと思いましたけれどもよく考えてみますと大切な場合ですから私が見物に行ったとなると詳しく調査して確かなところを突き止めるに相違ないそれにしても もしマディッシュが夫人と私が一緒にいたと言わなかったら、なんとかそこはごまかせたでしょう。私が見物に行ったと言えば、どうしてもあなたの名を隠すことはできないのです。そうなれば、あなたも証人として法廷に召喚されるに決まっている。そうなるとあなたの夫がどう思うでしょう。私はそのあたりのことを瞬間に考えたものですから、 どうしても、劇場に行かなかったというより他なかったのです。そこで私が偽りの誓いをしたのです。すなわち犠牲を犯したのです。そして、マディッシュを、チェンロク監獄に送ったのです。まあと、唇まで青くしてポーラが会いだ。ゴールドリングは、 今までと同じ死人のようなしゃがれ声で続けたけれども無論私が劇場に行かなかったと言っただけでは信用してくれませんではその夜どこで何をしていたと尋ねましたところが幸いなことには私はいつもあなたとの関係を誰に対しても秘密にしていましたので そのの夜劇場にに行くとといいうことを誰にもしていなかったのです当時の私は今と同様独身生活をしていましたので夕方になるといつも大抵ハイドパークに行ってベンチで本を読みながら総額を聞いていましたそれで私はその夜は総額を聞いた後で街をブラブラ散歩したが誰にも知人に会わなかったと答えてやりました ポーラは長椅子から立ち上がって、息が詰まりかけた人のように、両手を喉に当ててあえいだ。まあ怖い新聞でなりとその事件のことを知ったら、私すぐにも帰るところでしたが、旅行に出た当時、英国の新聞を見なかったのでちっとも知りませんでしたわ。そしてその人は、監獄に入ったのですか彼女が両目を見開いて、 ゴールドリングを見た。五年の刑を宣告されました。ポーラは片方の椅子に身を沈ませて死人のように顔色を変えた。その人を、を監獄にお入れになったのまあひどい。しかしポーラさん、私は自分のために彼を監獄に入れたのじゃありませんよ。私の身にもなってみてください。 友を監獄に入れるなんて恐ろしいことがそう安やす,やすとできるものではありません。私は自分でも死ぬるほどの苦痛を経験しました。今でもその苦痛を経験しています。彼はポーラの憐れみと同情を求めるように呆然と目を見張って彼女を見たが、犠牲者マリシュにのみ激しい同情を寄せて、 ゴールドリングのことを考えていない彼女の顔にはただ恐怖の表情が現れているばかりだったそこに長い沈黙が続いたしばらくしてポーラが沈黙を破ってでその人はまだ監獄にいるのですかと低い声で聞いた2ヶ月ばかり前に言ってました お会いになってはあ。では、話をなさいましたい,いえ、話なんかはできますまい。きっと私を殺すだろうと思っています。殺すええ。もし私が彼だったとしても、相手の男を殺すでしょう。私は、 彼が監獄に入れられた時から出たら私の命を狙うだろうと思っていました私はこの恐怖と腹をちぎるような両親の呵責で5年の間毎日責められ同士でした彼が法廷を去る時に与えた一別は今でも忘れませんきっと復讐をするでしょうまた復讐する気になるのが当たり前でしょう まあ、かわいそうに。お気の毒なことですね。何とかしてあげることはできないでしょうか。このまま放っておくわけには参りません。マリシュは、決心しただけのことは自分でやるでしょう。と、絶望的に眉をしかめてゴールドリングが言った。私は一日たりとも彼のことを忘れたことはありません。彼は、 監獄をを出るととすぐ私を探したものと見えて、私はその時久しぶりに彼の姿を見ました町の向こう側に立って私の家の窓を見ていましたよポーラは片手で自分の額を押さえながらそれであなたはどうなさいました私私は逃げましたよと言って ゴールドリングが機械な音を立ててカラカラ笑った田舎に逃げていきました田舎に行った当分23週間くらいは彼の目から離れたように思っていましたがそれは考え違いで間もなくある日彼が連れの男と2人で自動車に乗っているところを見ましたちょうどその夜のことですよあなたの手紙を受け取ったのは それで、取るものもとりあえず、すぐその夜の汽車でロンドンに引き返したのですが、それをマディシュが悟ったと見えて、ロンドンの停車場に降りると、彼も同じ汽車から降りてきました。そこで、大急ぎで自動車に飛び乗って逃げたのですが、当分彼はまた私を探し出すでしょう。私の考えでは、どうも彼は、ただ私に付きまとって、不断に脅迫しようとしているらしいです。 ですから、彼から逃げることはとてもできませんあるいはそんな話をしているここにでも急に彼が言葉を切って立ち上がりつかつか窓際に歩み寄って3秒ばかり外を眺めていたが両目を見開いて振り返り「この下に立っています」とあえいだえっ じゃあ、私たち二人でその人に会いましょう。すぐお呼びなさい。ダメです。いいえ、会いましょう。ダメですよ、ポーラさん。ダメじゃありません。一時も早く会った方がお互いのためですわ。このまま捨ておくことができるものですか。会って、なんとか話をつけましょう。 話をつけると、絶望の身振りをしながら、コールドリングが繰り返した。事実が分かったら、私がまた犠牲の罪に問われるということがお分かりになりませんかあなたは、私が罪に問われることを何ともお思いになりませんかまあ、そう気を悪くなさらないでください。けれども、 なんとか方法を講じなくちゃならないということくらい、あなたも考えていらっしゃるでしょうマリシュという人は、あなたを探し当て、あなたを脅しているんですから、このまま捨ておかず、何とかしなくちゃなりませんわ。それからポーラは、彼が止めようとするのを振り切って窓を覗き、もう帰ったようですわ。下を通っている人はあっても、こっちを見ている人はありませんよ。 私が出るのを待っているんですよ」と重苦しい声でゴールドリングが言ったあるいはそうかもしれませんねそうとすればいよいよ捨ておかれないわけですじゃあどうしようとおっしゃるのです第一にその人の住みかを知らなければなりません直接にか間接にかとにかく 彼に私たちの意向を通じる必要がありますから、彼の住所は調べておかなくちゃなりません。監獄へ尋ねたら彼の住所がわかるでしょう。ですから、チェンロック監獄へ手紙を出して、いや、もっと手っ取り早い方法がありますわ。警視庁捜査課に尋ねたら一層よくわかるでしょうから、私がこれからすぐ電話をかけてみましょう。 相当の手続きを踏まずに出し抜けに電話をかけたりして、なんで教えてくれるものですかええ、大丈夫ですわ。捜査課に知人がいますから。部屋の隅には電話機が置いてある。ポーラがその受話器を取ると、ゴールドリングが慌てた声で。電話なんかでむやみなことを言うのはよしてくださいよまあ、黙って私のすることを見ていてください。 と優しく答えて彼女は電話に向かいもしもし警視庁につないでくださいそれからしばらくして警視庁ですね捜査課のニューサムさんを呼んでくださいませんかそれからまたしばらくしてあなたはニューサムさん私ねチャンロック監獄を最近に出た囚人の住所が知りたいのですが差し支えなかったら教えてくださいませんか ああ、待っています。また長い沈黙。ああ、そうです。囚人の名はマリシュですよ。ああ、そう、マリシュです。監獄は最近に放免されたんですよ。えよく聞こえませんからもう一度言ってください。ほう、わかりました。どうもありがとう。 ポーラが受話器を置くと。どうでしたと彼が渋い声で聞いた。その人はチャールズ・ゼフスン・マディッシュという名でしょええ、そうです。チャールズ・ゼフスン・マディッシュは、放免される3日前に監獄内で死んだそうですよ。ゴールドリングは指先を曲げ、 両手を高く宙に広げてうんとも言わず黙ったままばったり絨毯の上に倒れかかったハーリーがいなるリーソン博士が書いた「脳裏の幻影」という論文の中には次のような文句があった「大脳の働きに故障ができた場合錯覚を起こす」というのも一つの例として 私は自分で親しく診察した C という患者を挙げることができる彼は発病後間もなく死んでしまったのであるが私は立ち会い医師として彼の日記のある部分を読み彼をよく知る一人の夫人の話を聞くを得たそれによれば彼は最近に死んだ知人が町に立って自分の家の窓を眺めているのを二度見 プラットフォームで一度見、自動車に乗っているところを一度見たそうである。しかも、この劇的事件の最も興味ある点は、C がその知人の死んだことを少しも知らずにいたことである。我々は影である。我々が追うものも影である。